エドネル・ハビアーバイズは、プエルトリコのバーヤモン出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。愛称は、ハビー、スペイン語で、魔術師を意味するエルマーゴ。兄のローランド・アゴストも元プロ野球選手であり、サンディエゴ・パドレス参加で2年間プレーした。 プエルトリコで生まれ育ち、2005年に妹が2分積追症の治療を受けるための渡米で母親と3人の兄弟とフロリダ州に移住してきた。プエルトリコの頃に父親から様々なスポーツを教わり、兄弟は中でも野球に興味を持った。中学時代は英語が話せないため馴染むのに苦労したという。アメリカではフロリダ州ジャクソンビルの アーリントンカントリーデイスクールで本格的に野球を始めた。当初コーチの評価は高くなかったが、2年生の時に25試合で打率、463、13本塁打を記録し、アフラックオールアメリカンで高い評価を得た。3年生では30試合で打率、771、22本塁打の成績を残した。守備位置は定まらず、内野から外野。 保守までこなした。2011年の MLB ドラフト一巡目でシカゴカブスから指名され、契約期限日の8月15日に契約金270万ドルで契約。ルーキー級アリゾナリーグカブスで3試合に出場後、8月30日に A-9 ボイシホークスへ昇格し、2試合に出場した。二千十二年はメジャーのスプリングトレーニングに参加し、一試合に 出場した。A 級ピオリアチーフスで開幕を迎え、57試合に出場。打率、333、12本塁打、33打点、20盗塁を記録した。8月4日に A 級レートナカブスへ昇格。23試合に出場して打率、188、4本塁打、13打点、4盗塁を記録した。オフに、 カブス参加所属のマイナー選手によるオールスターチームに遊撃手として選出され、ベースボールアメリカによるミッドウェストリーグのトッププロスペクト20では1位に選ばれた。アリゾナフォールリーグにも参加し、メサソーラーソックスに加入。14試合に出場して打率、254本塁打、16打点、3盗塁を記録した。 2013年もメジャーのスプリングトレーニングに参加。17試合に出場して打率。298、4本塁打、10打点、1盗塁を記録した。3月16日には、第3回 w b g 日本代表の強化試合に、カブスのメンバーとして出場。2番、遊撃手として、先発起用され、7回裏に、大隣健二から本塁打を放った。この年は、 a 級デートナと a a 級テネシースモーキーズでプレー。a a 級テネシーでは54試合に出場。打率294、20本塁打、54打点、8盗塁と活躍し、サザンリーグのポストシーズンオールスターチームに選出された。9月12日には、ベースボールアメリカのマイナーリーグオールスターチームに指名打者として選出され、9月13日には、 カブスのマイナー最優秀選手に選ばれた。10月には2年連続2度目となるカブス参加のオールスターチームに遊撃手として選出された。10月28日のミルビーアワードのゲームオブザイヤービモンではバイズが4打数4安打4本塁打7打点を記録した6月10日のデートナーカブス対フォートマイヤーズミラクル戦が選出された。2014年も3年連続で メジャーのスプリングトレーニングに参加。18試合に出場して打率。264、5本塁打、5打点に投塁を記録した。メジャー契約を結ぶことなく、トリプル A 級アイオワカブスで開幕を迎えた。カブスにはデビューから不動の声優劇師として活躍しているスターリン・カストロがいるためにルイシュやサンルイシュにも挑戦し、トリプル A 級アイオワでは104試合に出場。 打率260、23本類打、80打点、16盗塁を記録した。7月にはフューチャーズゲームに選出された。8月5日にカブスとメジャー契約を結び、同日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。2番、二類手として先発起用され、延長12回表の6打席目にブーンローガンから、 メジャー初安打初打点となる勝ち越しの本類打を放ち、チームの勝利に貢献した。その後は二類手として先発起用されていたが、8月21日に声優遊劇手のカストロがキビキリスト入りしたため、遊撃へ転向8月26日にカストロが復帰し、バイズは二類に復帰したが、9月3日にカストロが左足首を故障したため、バイズは シーズン終了まで遊撃を守ることとなった。この年メジャーでは52試合に出場して打率、169、9本類打20打点、5盗塁を記録した。2015年3月5日にカブスと1年契約に合意。3月30日にトリプル A 級アイオワへ移動し、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級アイオワでは70試合に出場して打率。 324、13本類六61打点、17、投塁と好成績を残したが、メジャー1年目のアディソン・ラッセルが、正二類手として活躍していたため、なかなか昇格できず、ロースターが拡大した9月1日にようやくメジャーへ昇格。昇格後は二類、遊撃、三類を守ったが、定位置を確保することはできなかった。 この年メジャーでは28試合に出場して打率。289、1本塁打、4打点、1盗塁を記録した。チームはセントルイスカージナルスとの地区シリーズに出場し、バエズはロースター入りを果たした。10月12日の第3戦で、走塁中に負傷したラッセルの代走として、途中出場し、2打数2安打を記録。第4戦はラッセルに代わり9番。 遊撃として先発起用。1点ビハインド2回裏2一1 2塁の場面で、ジョン・ラッキーから逆転3点本塁打を放った。チームはニューヨーク・メッツとのチャンピオンシップシリーズへ進出し、バエズはラッセルの代役としてロースターに登録された。10月17日の第1戦から7番遊撃手として先発起用され、この日は1アンダーを放ったものの、 第2戦は2打数に三振を喫し、6回表に交代。第3戦4戦も先発起用されたが、無安打に終わり、このシリーズは10打数1安打と結果を残せず、チームも敗退した。2016年は自己最多となる142試合に出場し、打率273、14本塁打、59打点の成績だった。10月7日、 サンフランシスコジャイアンツとの地区シリーズ第一戦で8回裏に、ジョニー・クレトから先制のソロ本塁打を放ち、チームは、この1点を守り切って1から0で勝利した。カブスにとって、プレーオフにおいての1から0での勝利は1906年の、シカゴ・ホワイトソックスとのワールドシリーズ第4戦、以来、110年ぶりのことであった。カブスが2勝1敗と、 リーグチャンピオンシップシリーズ進出に大手をかけて、迎えた10月11日の第4戦では9回表、2対5のビハインドから同点に追いついて迎えた1・2塁の場面で、ジャイアンツ6番手のハンターストリックランドから決勝の敵地打を放ち、チームはリーグチャンピオンシップシリーズへ進出した。10月15日、ロサンゼルスドジャースとのチャンピオンシップシリーズ第1戦において、 カブス2点リードの2回裏に3点目となる本当を成功させた。カブスにおいて、プレーオフにおいての本当成功は1907年のデトロイトタイガースとのワールドシリーズでのジミー・スレガル以来109年ぶりのことであった。バイズはまた、プレーオフにおいて本当を成功させたメジャー19人目の選手となった。このシリーズでは6試合で打率、318、 高打点の活躍を見せ、同僚のジョン・レスターと共に MVP に選出された。オフの12月5日に第4回ワールドベースボール、クラシックのプエルトリコ代表に選出された。2017年はシーズン開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。 大会最優秀二塁手となった。シーズンでは二塁手及び遊撃手として起用された。打撃面は打率、273、23本塁打、75打点だった。ポストシーズンでは打撃不振に陥り、NLCS の第3戦まで23打数無安打を起死した。第5戦で2本のソロ本塁打を放ったが、第6戦でも無安打に終わり、チームも敗退した。 2018年4月10日、11日のピッツバーグパイレッツ戦で2試合連続に本塁打を放った。5月19日のシンシナティレッツ戦では、相手投手のアミール・ギャレットがバイズから三振を取った際に、彼に向けてガッツポーズをしたことで乱闘になった。前半戦を打率、292、19本塁打、72打点の好成績で折り返し、 オールスターゲーム及び本類打競争に初選出された。最終成績は打率。290、34本類打、111打点、21盗塁。打点はリーグトップで打点王のタイトルを獲得した。シーズン MVP 投票で2位に入った。2019年は5月18日まで打率。324を記録していたが、同19日にかかとを負傷して、 途中交代。二日後に復帰するもいい後は調子を落とし、9月1日のミルウォーキーブルワーズ戦で二等を試みて、ヘッドスライディングをした際に、左手親指の剥離骨折を負った。同19日に復帰したが、ダイソーや代ダ打ダでの出場のみで終わった。最終成績は138試合で打率。281、29本塁が85打点だった。年は、 コビット19の影響で60試合の短縮シーズンとなる中、222打数で打率、203出塁率、238長打率、360でナショナルリーグでワーストの出塁率を記録した。自身はヒューストンアストロズのサイン盗み騒動に関連し、MLB が実施した試合中のビデオ視聴禁止が打席での不審の原因だと思っている。また、 正直なところ、最悪だ。というのも、試合中に、自分のスイングを見て、ボールがどこに行ったかそして、どこで当たったかを見て調整しているからだ。怒っている。試合中のビデオ視聴ができないことに本当に、怒っている。とも語っている。2021年7月30日に、ピート・クローイコール・アームストロングとのトレードで、トレバー・ウィリアムズと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍した。 同じく MLB 選手のフランシスコ・リンドーアとは昔からの友人である。2011年のドラフトでは指名順が連続しており、2016年のワールドシリーズで対戦した。また、プエルトリコ代表においてに勇敢を組んでおり、2021年途中からはメッツでチームメイトとなった。2015年4月8日に妹のノエリーが2分席追唱のため制挙した。 当時トリプル A 級アイオワに所属していたハビアーは、葬儀に参列するため一時離脱した。利き手は左手であり、日常生活では左手を使う。これが、時折プレイでも役立っている。相手投手が、野手の時は、左打席に入ることもあり、2020年9月25日のシカゴホワイトソックス戦では、ヨルマーサンチェスから二塁打を放った。ニックネームのエルマゴは、スペイン語で、 魔術師を意味する。2018年4月11日に婚約したことを自身の SNS で公表し、2019年1月26日にプエルトリコの産アンで結婚した。2018年6月には第一子が誕生している。妻の妹は同じく MLB 選手のホセベリオスと結婚している。ありがとうございます。